とあいつの夫婦よ、リズミカルガスの雑草男てってん、たかちゃんでございます。そんなわけで本日も虹色動画頑張ってやっていきたいと思います。それでは本日の草の色は紫色草、シニア向けスマイルアクティビティでございます。このブロックはですね、超簡単楽々ヨガ、ヨガのニュアンスをね、用いまして、日々いろんな場面でのパフォーマンスの維持向上に内面からサポートしていけるような内容にしていきたいと思っておりますので、シニアの方々はもちろんなんですが、伸び盛りの学生さんや子育て世代の方、僕たちみたいなね、ミドルエイジの皆さんなどなど、皆さんと一緒にね、共有して生き生きライフに一緒に歩んでいきましょう。それではですね、超簡単楽々ヨガ30戦30連発の一発目いってみたいと思います。よいしょ。さあ、長丁場になりますよ。これから30連発ですからね。はい、まずヨガ呼吸法、腹式呼吸。腹式呼吸がなぜ心や体や脳にいいのかと言いますと、それには自律神経が深く関わっています。自律神経っていうのは交感神経、よしやるぞ緊張活動みたいな、このエネルギッシュな神経と、副交感神経、休息回復リラックスみたいなね、穏やかな神経、このね2種類がありまして、簡単に言いますと、腹式呼吸をしますと、正しい腹式呼吸をすると横隔膜を使うんですね。その横隔膜が副交感神経のスイッチになってます。だから、しっかり腹式呼吸をしますと、副交感神経が優位になりまして、心が体がリラックス、そうすると脳もリラックス、そうしますと脳がリラックスしますと、まあ、すっきり脳がすっきりして、そのリラックスしている時に出る脳波、この脳波が集中している時の脳波と全く同じなんですって。だから脳がリラックスしますと集中力が一気にクワンと高まって、パフォーマンス向上にも役に立ちますから、腹式呼吸すごく大事です。それではですね、今から実際に腹式呼吸やっていきましょう。 GO！ それでは腹式呼吸やっていきましょう。姿勢ですけども、頭のてっぺんから出ている糸をクッと上に引き上げる感じで、頭、肩、腰が一直線、骨盤もしっかり立ててください。腹式呼吸はですね、息を吸った時にお腹が風船のように膨らんで、吐いた時にへこむ、こういう感覚ですね。ちょっとやってみましょうか。はい、こういう感じです。ちょうどあばらの下あたりにね、手を添えていただいてやっていただくと、そのね、感じもつかめていくと思います。もしそれでもなかなかね、つかめない方はちょっとこう前傾姿勢になっていただくと、よりね、意識しやすくなります。それでもちょっと無理な人は寝転がってやってください。そうするともうほぼね、いい感じで腹式呼吸に変わると思いますので、それでは、まずですね、クレンジングブレスから行います。軽く息を鼻から吸って、ネガティブな感情とともに息を吐きます。吐き切ります。その後鼻から吸って、口から吐いての腹式呼吸に持っていきましょう。ヨガの呼吸は吐き切ること、吸い切ること、これすごく大事です。呼吸の終わりを感じる、普段の安静時呼吸の腹式呼吸もリラックスできるんですけども、さらに吸い切る、吐き切る、これを意識することによって、より深い腹式呼吸が行えますので、質が高くなりますので、はい、それを意識してやっていきましょう。それではまず、クレンジングブレスです。鼻から息を吸って、吐きます。吐き切ります。
はい、ここから吸っていきますよ。鼻から吸って吐いて吸って吐いて、はい、OK です。今は吐く時の秒数、吸う時の秒数はもう関係なしでいいです。とにかく吐き切る、吸い切るだけを、意識していただけると深い呼吸ができると思います。それではですね、さらにワンポイント、今吐き切った時に今度はですね3秒止めます。そして吸い切った時にも3秒息を止めます。その息を止めることによって吐く時吸う時の意識づけがさらにできて、より呼吸の質が高くなっていきます。はい、それではまずクレンジングブレスから、ネガティブな感情とともに息を吐き出します。鼻から吸って吐きます。吐き切ります。横から吸います。吸って止めて、1、2、3、はい、吐いて止めて、1、2、3、はい、吸って止めて、1、2、3、はい、吐いて、はい、そんな感じですね。腹式呼吸は、この辺のね、鎖骨周り、肩、背中なんかの胸式呼吸で使う骨格筋、呼吸筋はね、使わずにインナーユニットだけでやる呼吸なんで、この辺がね上がらないように注意して行っていきましょう。さあ、そしたらそのね副交感神経が、優位になるのをちょっとね体感してもらいたいんですけども、まあ説明したいんですけども、これねどういうことかと言いますと、吸って吐いて吐き切っての時に腹筋がぐっと力入れて横隔膜がぐっと上がります。そうするとこの中の内臓の静脈、心臓から酸素たっぷりの血液がバッといって体に巡らして、酸素を供給して、その後心臓に戻ってくる方の血液、静脈瘤、これをね圧迫します。そうしますと心臓に戻ってくる血流がちょっと減ります。そうすると自律神経の視床下部、脳の視床下部が、あれこれちょっと血流少ないぞ、あかん、まずいまずい、血流もっと出せーって言って、心臓に脈を上げろって、こう頻脈になって、血管を細くして血圧上げろ、どんどん血流回せ回せ回せっていう交感神経が一旦プチンとオンになるんですよ。で血液がブワー流れ出すときにこう息をふう息をで、吸いますから、ほんだ今度はこう止めてた圧迫が和らいで、普通にせき止めてた静脈が普通に流れ出しますやん。それプラス交感神経、錯覚で起こした交感神経の血流も合わさって、血流がブワーンって心臓に戻ってきます。大量の血流が。そうするとまた自律神経の視床下部が、脳の視床下部が、まずいまずこれ血流流しすぎやぞと、これリラックスや、ちょっと心臓ちょっと抑えて、脈抑えて、それから血管拡張させて、ちょっとリラックスやーって言って、結果副交感神経が優位になってリラックスになるという、こういうメカニズムということです。はい、それでは、次ですね、今ね鼻から吸って口から吐きましたが、一番いいのは鼻から吸って鼻から吐く鼻呼吸、腹式呼吸の鼻呼吸に持っていくのが一番ベストなんです。けども、これはね、別にね、鼻が詰まって、今みたいに鼻から吸って口から吐くのもできないと。もちろん鼻から吸って鼻から吐くのもできないと。もうそういう時は口呼吸でいいです。とにかくね、ヨガは自分が心地よくできるところを一番大事にしてください。ね、それで口呼吸でもいいね。とにかくこの横隔膜さえね、しっかりね、動かしていれば、口だけでもね、しっかりこう、腹式呼吸できますから。まあでも一応鼻呼吸の腹式呼吸やってみましょうか。最初のクレンジングブレスは鼻から吸って口から出す。出し切った後、鼻呼吸で、いきましょう。吐き切ること。
吸い切ること、ここをね、だけ意識していきましょう。はい、それではまずクレンジングブレスです。鼻から吸って吐きます。吐き切ります。それでは鼻呼吸でいきましょう。はい、吸って止めて1、2、3、吐いて止めて1、2、3、はい、吸って止めて1、2、3、吐いて、はい、いいですね。もうすごくね、体がリラックスしてきました。これ、寝る前に5回のしっかりと深い腹式呼吸をしますと睡眠の質が上がるという研究結果も出ておりまして、ね、しっかり寝れましたら次の日のね、1日ベストパフォーマンス出せますから、寝る前にやっていてもね、いいかなと思います。そんなわけで腹式呼吸はですね、腹式呼吸というか心と体と頭と呼吸はつながっています。だから不安や緊張やストレスフルな時は呼吸が浅く、早い呼吸になってます。気持ちがリラックスしている時は深くて、ゆっくりな呼吸になってますので、もしこう緊張状態に、ね、あるとか、もうストレスがパッと来てる時は呼吸に意識を向けてください。必ず早くて浅い呼吸になってますから、その呼吸を深くゆっくりとした腹式呼吸に戻してください。そうするとつながってますから、逆回路で心が落ち着いて体も落ち着いていきます。自律神経は基本的にはコントロールできないんですよ。環境に応じて脳の視床下部が勝手に判断して、心身をいい風にバランスを取るための神経ですから。でも呼吸だけは唯一その自律神経をコントロールできますので、そういうアプローチで、リラックスをね、手に入れていただけたらいいかなと思っております。それでは皆さんね、一緒にもう生き生きライフに向かってね、ゆっくり歩み続けていきましょう。そんなわけで、リズミカルガスの雑草男、タカちゃんでした。はい、またね、今日ちょっと長なりましたけどもね、はい、見てくれてありがとうございます。バイバーイ。虹色動画とは、雑草男タカちゃんが大好きな7色に本気で挑戦することによって見事虹色草になるまでの悪戦苦闘の日々をお届けしております。音楽、陸上、シニア、キッズ、自然、筋トレ、そしてリズミカルガス、いずれかに興味のある方はぜひともチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。タカちゃんが染まっていく瞬間見逃したらあかんでー。